毎年の国家予算を見ればすぐお分かりですが、防衛費は年々増額されていますね。 GDP 比 1% 以内と言っていたのは最近のことだと思っていましたが、増額の理由はお隣中国の軍備力増大です。現在では急務となっている防衛戦略の立て直しを図っていると思われます。今回は国民一人当たり防衛費負担額をランキングで紹介したいと思います。2020年度の国民一人当たりの防衛費負担についての防衛省の発表によると、年間約4万円ということです。一人暮らし世帯の年間電気代が約6万円と計算されているらしいので、比較すると負担としては安いのではないかという意見もあるようです。まあこれは個人個人の感じ方によるところが大きいでしょうから、一概に断定するわけにはいかないと思われます。世界の国々の国民一人当たりの年間国防費負担も防衛省は調査しています。それによると、さすがは軍事大国と言うべきか、アメリカは22万円で日本の約 5.5 倍という計算になります。オーストラリアと韓国は約12万円と言われますから、日本の3倍ですね。こう見ると諸外国と比べて GDP の 1% 以内に抑えられている日本の防衛費はかなり少ないじゃないかという意見も頷けるところがありますね。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は2020年の世界の国防費支出ランキングを発表しました。それによると、1位は、当然、アメリカ、2位が、やはり、中国、3位が、インド、4位は、ロシア、5位がイギリスという結果になっています。この5カ国で、世界の軍事支出 62% という、大きな割合を占めているのです。この順位は、なんとなく妥当という気がしますね。すべてが原爆を持っている国ということを覚えておいてほしいものです。6位以下は、サウジアラビア、ドイツ、フランス、日本、韓国という順になっています。日本の順位が上位なのは、意外な感じがしますよね。金額的には、日本は491億ドル。韓国は457億ドルなので、国家予算規模から見ると大差はないのですが、国民一人当たりにすると差が出てくるのは人口の差のせいです。韓国国民一人当たり負担と比較すると、人口の多い日本の国民一人当たり負担額は3分の1ということになるのです。防衛費負担の話題を持ち出した理由ですが、台湾有事や尖閣諸島有事を想定した岸田首相が掲げる敵基地攻撃能力の保有、次期戦闘機開発、空母の保有等々、近代兵器価格の高額化などによって、今現在の防衛費額では、到底間に合わない状況になっていることがあります。また、どの産業でも同じですが、自衛隊も人手不足に悩んでいます。国家公務員とはいえ、現場の肉体労働ですから、敬遠されることもあるのでしょうね。キャリア組などの事務職は、競争率が非常に高いようですが、人員不足を補うために、新人を採用するには、まず、福利厚生面の向上、給与などの待遇改善が、一番の方法となるでしょう。自衛官を増やすための待遇改善に向けた予算を確保しなければならないのです。そのためにも、国民に防衛費を GDP2% 以内まで引き上げることに対する合意を得るためのきっかけにしたいという意図があると考えられています。こういった防衛省の動きですが、コロナ禍で日本の国家財政が疲弊し始めている中で、防衛費を増やすことに対しては、賛否両論があります。当然といえば当然ですね。失業者も自死者も増えているのに、国は何ら手を打たないで自己責任という
冷酷なフレーズを振りかざし、放置している。大げさな表現をすると、一般国民は死なせながら、公務員を増やすのかという疑問は、多くの人が感じているはずです。だからこそ、他国と日本を比較して公表することで、少しでも、国民の理解を得ようとする、いわば苦肉の策とも言えましょう。2021年10月26日、アメリカの外交、安全保障専門のシンクタンク新アメリカ安全保障センターが、毒ガエル戦略という、なんとも気味の悪いタイトルの報告書を公表しました。報告書によれば、中国が台湾侵攻に先駆けて、現在、南シナ海で、台湾が実効支配しているプラタス諸島、中国語名、アズマスナ諸島を先制攻撃して占領するという想定で、模擬戦を実施したが、仮にアメリカが介入しても、中国との全面戦争を覚悟しなければ奪回することは不可能だということです。このシンクタンクが行ったシミュレーションを紹介します。2025年中国人民解放軍海軍陸戦隊特殊作戦兵旅団が、訓練のふりをして、プラタス諸島、台湾軍関係者など500名ほどが常駐に奇襲上陸、制圧し、この500名を捕虜として拘束。その上で民間人などを送り込み、居住させながら、軍事基地として支配すると予測しています。その後、南シナ海での軍事演習などに力を注ぎながら、台湾に圧力をかけ続け、プラタス、東スナ諸島占領正当化を世界に主張し続けていくでしょう。そして、ロシアがクリミア半島を併合した時と同じように、台湾のプラタス諸島奪回への動きを内政干渉として拒絶する姿勢を続けていくことになるだろうとも予想しています。横取りした土地を返せというのは正当な主張ですが、それを力でねじ曲げようということです。歴史的に見ると、多くの国がやった手法ではありますが、現在では通用しないと思いたいものです。軍事力では、台湾は、中国には、到底叶いません。つまり、台湾単独では、プラタス諸島を奪い返すことは無理でしょう。頼りにしているアメリカが、中国との全面戦争を危惧して、諸島奪回に動かないとすれば、台湾は、アメリカ軍を駐留させた上で、中国の強引な抗戦的行動を世界にアピールしながら、外交努力を続けなければならなくなるでしょう。中国が、交渉のテーブルにつく条件は、まだ、台湾本土からのアメリカ軍撤退でしょう。同時に、アジアにおける、アメリカ軍の存在が、地域の平和を脅かす、ものだと主張するだろうと、新アメリカ安全保障センターは報告書で指摘しているのです。また、アメリカが中国との全面戦争を覚悟して対応しなければ、中国の先制攻撃を防ぐことは困難と、結論つけた上で、中国のプラタス諸島や台湾本土への侵攻を思いとどまらせる抑止力になるのは、侵攻して得られる利益より、損失の方が大きいと認識させることというのが、報告書の結論です。日本の衆議院議員選挙の直前に、この報告書は公表されました。しかし、国政選挙の大きな争点になったはずのニュースは、争点にならないばかりか、マスコミでもほとんど取り上げられることはありませんでした。どこからかストップがかかったんでしょうか。衆院選挙の結果、岸田内閣が発足しましたが、外務大臣には、日中友好議員連盟の会長でもある党内でも、親中派として名高い林芳正氏が就任しました。この時期に、親中派の林氏が、外相になっていいのかという懸念の声もあったようです。その声に対応するかのように、林外相は日中友好議員連盟会長を辞任しました。が、中国の訪問要請を受け、
前向きに訪中を検討していると、テレビ番組で発言したので、SNS などが炎上しただけでなく、自民党内からも批判する声が上がりました。現時点での中国訪問は、中国に対してだけでなく、国際社会にも、日本は中国を支持しているという、間違ったメッセージとして受け止められてしまう、恐れがあったからです。岸田首相の考えでは、親中派の林外相を置いたことで、軍事的には、アメリカと同調しつつ、中国との対話路線も進めていこうという意図があったのかもしれません。個人的には、硬軟合わせた、あらゆる道を探すべきと思われるので、賛成なのですが、政府が進めるべきは、中国による台湾や尖閣諸島への侵攻を諦めさせる抑止力を整備することが肝心で、敵基地攻撃戦力として、現在開発中の国産トマホークとも言うべき長射程型の12式地対艦ミサイルの配備を急ぐことという意見があります。こうすることで、中国艦隊の尖閣諸島や南西諸島への接近を抑止できるのではという見方もあるのです。この対艦ミサイルを中国本土までも射程に収める長射程の対地巡航ミサイルとして発展させるという考えもあります。そして、南西諸島や九州地方に数多く配備すれば、核弾頭を持っていない、原爆を持っていない、日本でも、かなりのプレッシャーを与え、抑止効果を発揮すると見られるのです。こういった整備には、言うまでもなく、巨額の予算が必要です。そのために、防衛費増額は必須であり、しっかりと責任ある説明を行って、国民の理解を得ることが、まず最優先でしょう。そして、韓国やオーストラリアと同等の国民負担をお願いし、兵器開発を進め配備も促進させ、同時に自衛隊員の待遇改善を行って人員不足解消に努めるべきではないかと思われます。